ちょっとここからですね、ちょっとヤッピさんにいろいろお伺いしたいことがあるんですけれども、はい、ヤッピさんの人生の中でこれ怖かったなっていう話をいくつかお聞きしたんですけど、僕結構あって。あ、マジですか。だからこそちょっと今回お願いしたみたいなところもあって、はい、で今ちょっと性格が変わったから、まあもう25歳なんですけど、はい、20前半の頃結構荒れてて、はい、なんかなんで荒れてたかっていうと、はい、その恋愛に依存しやすくて、うん、でもう今は落ち着いたんですけど、そのまあ職業がずっと YouTuber っていうのもあって、ずっと YouTube を撮るだけだったから、まあ、ある程度自由があるというか、はい、そこまでこう拘束される時間がなかったから、はい、プライベート充実させたいってずっと思ってて、うん、であんまりこう苦労をしてこなかった、うん、そのまあ頑張ってたっていうのはあったんですけど、うん、その3人でもともと YouTube やってて、はい、すごいなんか楽しく3人で撮影してたので、別にそこになんかなんだろうな、苦労してるというか、はい、一生懸命やってるっていう感じがなかったから、うん、なんて言うんだろう、楽しんでやれてた、はいはいはい、からあの恋愛面充実させたいなってずっと思ってたんですよ、うん、はい、で恋愛依存っていうか恋愛体質なんで、その時にあの一時期こう同棲してた人がいて、はい、で3年前同棲してて、でなんかまあ渋谷区のとあるそのミニマンションみたいなところで、1LDK で暮らしてたんですけど、うん、もうそれまで全然こう心霊体験とか霊感とかも一切なかったんですけど、うん、なんかもう本当にその人が、その恋人がすっごいこう遊び人、うん、でもう夜な夜な帰ってこなくて、で連絡しても帰ってこないし、で自分がずっと思ってるのにそのレスポンスがないみたいな、ですごい辛くなっちゃって、はい、でも自分は結構時間に余裕があるから、はい、もうずっと待ってるみたいな、でそれで寝れなくなっちゃったりだとか、はい、結構私生活に影響が来ちゃって、でなんで思い通りにならないのっていう思いがもうガーって加速しちゃって、はい、でその時それこそまあ先ほどおっしゃられてた、はい、その周りに自然があったりだとか、その気が良かったらなんか幽霊がいないとかと結びつくか分かんないんですけど、はい、自分の家全部シャッター閉めてたんですよ。うわわわわ、はい、でもう日光全遮断して、なんでか分かんないけど、はい、今はもう開けたいと思うからシャッターとかも開けてるんですけど、はい、その当時はもう本当に閉めたい、暗いとこにいたいってなっちゃって全部閉めて過ごしてたんですよ、はい、じゃあなんかその恋人とすごい喧嘩をすることが多くなって、でもう長ければ8時間ずっと喋りっぱなしの喧嘩をするとか、で2人じゃもう解決しないから女友達呼んで、はい、挙手制でまずこっちの意見を述べてディベートですね、もう本当に嘘でもうお互いもうしかめっ面で、うん、もう喧嘩バチバチみたいな、うん、なっちゃって、でその時に俺の、大阪に住んでたんですけど、はい、大阪から東京に上京してくる友達がいて、その子が居候として入ってきたんですよ。だから3人で暮らすことになって、ほうで俺その前から結構その家で怪奇現象みたいなのが起こるっていうのを、はい、まあ半分信じてなく、そのまあラップ音とかバンバンとかの音が鳴るとか、勝手に扉が開くとかってなんかあるような話といえばあるような話って思ってたから、だいぶ立派な怪奇現象だそれはで、それこそエミリンとかがちょうどその時もめちゃくちゃ仲良かったから、はい、泊まりに来てたりしてたら、はい、パッて起きたと思ったらスライドガラスがあったんですけど、はい、それがザーッてこう開いていくのを本人が見たとかすごい家ですね、そこ、そう、はい、マジでえぐいぐらい怪奇現象が起こって、はい、でも一緒に住むってなったらそれ伝えなきゃいけないと思ったから、彼女さんと居候の人、そう、居候の人どっちも伝えなきゃいけないと思ったから、はい、ちょっと真面目な話すんねんけど、ちょっとあのすごい感じるようになっちゃって、はい、そういうのが起こるし、なんかあんま良くないことが起こってる気がすんねんなみたいな話をさっとしたんですよ、はい、じゃあもう、まあ、なんでそんな嘘つくねんみたいな、うん、もうそんな冗談いいから今から住めんのやめてくれよって言われたんですよね。で、いやでも今も正直なんかあそこら辺でちょっと嫌な感じがするって、うん、その寝室の方を指さして俺が言ったら、はい、いやもうそんな嘘やろって言った瞬間にゴンゴンゴンってまずなって、
でその2人いるからもう証人もいる3人がその何かからこう返事されたっていうのをまず第一感じてでやばってなって、はい、でそっからもう怪奇現象起こりまくりで、はい、俺が家帰ってくるたんびに、はい、あのドア、はい、玄関のドア開けるじゃないですか。そこのドアのこのなんて言うんでしょう、これドアノブ、はい、ドアノブがネジごと外されてるみたいなのが、え、もう毎日のようにで、もう、毎回直して、で、ちょっとなんか普通になんか泥棒入ってんの。いや、ほんと監視カメラとかつけた方がいいけど。で、思ったから、はい、あの管理会社にも言って、はい、調べてもらったらそういう入ってる映像とかはなかったですって言われて、はい、で、ある時に女の子が家に泊まりに来てて、で、男5人ぐらいと女1人っていうなんかその幼馴染で集まるみたいな会があって、はい、で、みんなでお泊まりしようってなって、で、その女の子がお風呂に入ってたんですよ。で、お風呂ってお風呂場に鍵閉めれて、脱衣所のもう一つ鍵閉めれるじゃないですか、はい、で、鍵閉めてちゃんと入ってる間に、その子がその日誕生日やったから、はい、まあ何も用意してなかったんで、男5人でコンビニで、まあ、ケーキとかお菓子とか買って祝ってあげようって言って、うん、女の子1人にして俺ら出て行ってしまったんですね。で、あのケーキ買って戻ってきて、あ、じゃあまだ出てきてないってなって、はい、あ、よかったよかった、ちょっと隠しとこうって言って、はい、でバーって出てきたら、すっごいその女の子が不機嫌そうに出てきたんですよ、はい、で俺もあの気が弱い方じゃなくて結構気強い方なんで、はい、いや、なんでそんな怒ってるんみたいな、うん、ってみたいな、なんかもうみたいな、なんか切れてて、はい、でなんか初めてその女の子のすっぴんを見て、はい、ですごい可愛かったんですよ、はい、だから素直になんか、え、なんかすっぴん全然変わらへんなみたいな感じでちょっと気分上げようとしたんですけど、それもなんかみたいな、もういいからみたいな、はい、え、なんでそんなキレられなあかんのっつって、はい、いや、もういい、もうさっきのことがあったからもういいみたいなこと言われて、さっきのことって何、うん、って思って、でも結構雰囲気悪くなっちゃって、その日はもうみんな解散したんですよ、はい、で次の日にその女の子から電話かかってきて、でなんかごめんねみたいな、ヤッピがそのケーキ用意してくれてるのとかもう知らなかったから、うん、あの全然なんかあんな態度になっちゃってごめんって言われて、うん、え、なんであんな態度になったんって聞いたら、いや、あの時ヤッピがしたことが許せなかったからって言われて、で、え、何の話って言ったら、そのお風呂場にガチャってまず入ってくる、脱衣所に入ってくるガチャって音がまず聞こえて入ってきて、で、私今入ってるって言ったら、ガン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 ってあのやられて、いや、入ってるからやめてって言ったら高笑いして出て行ったっていう話をされて、で、俺結構笑い方が高笑いするタイプなんで、あ、俺やと思ったみたいな、なるほど、その結構ふざけてそういうことやったんやろなって言われて、で、まあ女の子やから入ってこられたくないじゃないですか、で、それで怒っちゃったんだよねって言われて、はい、え、その時誰もおらへんかったけどってなって怖っと思って、それで男には何もなかったんですよ、その時。女の子ばっかりに、女の子ばっかに、そっからも結構いろんな怪奇現象が起こっていくんですけど、はい、女の子かあのお姉みたいな子に何かがあるみたいな、なんかそれこそ、まあ、そのもう一人女の子が泊まりに来た、まあ、それこそエミリンも見たっていう話をされて、はい、で俺自身はその実際にそこまでリアルに見たことはなかった、まあ、音を聞いたりとか、音を聞いたりとかネジを直すとかしかなかったから、はい、で、まあ、もう一度女の子の話でいくと、ソファーで座って寝てたら金縛りが起きて上から女の人が覗かれてたとかっていうのが2人同じ証言をしてる人がいて、はい、で、お風呂場の話も初めて男の子が泊まりに来た時に男の子もそれ同じこと起きたっていうのがあって、うん、でその子、あ、男でもあんねやって、もう俺はその時結構狂ってて、もう怒ることが普通になってるからいや男の子でもそんなこと怒んねやって普通に話したら、言ってなかったんですけど、あ、その後輩なんですけど、はい、言ってなかったんですけど僕の家系そういう家系なんですよねって言われて、はい、なんか中国に、はい、なんかそのなんかこんなご存知かわかんないですけど、はい、なんか壺に幽霊を貯めて中国にそれを輸送する、うん、職業、家業みたいな家系らしくて、そんな
だからそれも結構言っちゃいけない職業みたいな感じだけど、そういうことが起こったから、うん、まあ、言わない方がいいんじゃないですかね、多分ね、多分そうだと思うんですけど、本当にそういうことが起こってたから言うんですけどみたいな、うん、もしかしたらやばいかもしれないですねって言われて、で、まあそれがあって、で最終的なところに着地するのがちょっと一番やばいことがあって、はい、まだもっとやばいことがあってだいぶやばいこと来たんですけどね。いやでももう俺とその恋人の間では狂ってるから、はい、何が起ころうが動じなかったんですよ。今の出来事はじゃあヤッピさんにとってはそんな動じる出来事じゃない。今は今話してると怖いなって思うけど、そうそうそう、ね、当時はそれこそ寝れないぐらい不安だし、はい、もうなんかイライラしてるし、常に彼女とのもうそう、そことのあの喧嘩とか不安が勝ちすぎて、もう周りが見えなかった。お化けどころじゃない、お化けどころじゃない。でも周りの人たちはもうみんな消えていくんですよ、もうそういうことが起きるから、まあ、少なくとも家には来なくなっちゃいますよね。家には来なくなっちゃいました。そうそう、ね、うん、で、まあ、それこそエミリーのとこも見てるから、もう今でも証言がいっぱいあるっていう、本当に信憑性の高い話なんですけど、はい、あのとある日にもう本当に大喧嘩、もうめちゃくちゃ、なんで大喧嘩したかも今はもう忘れちゃったんですけど、すっごいもう別れ話するぐらいの喧嘩があった時に、まあ女友達を呼んで、また挙手制で、うん、あの話を、はい、してたんですよ、はい、じゃあ俺当時その個人チャンネルっていうのをまだ開設したぐらいの時に、はい、まあ、美容系でやらせてもらってたから、ドン・キホーテで500円ぐらいのこれなんか髪の毛のパックみたいなのが売ってたから、500円のパックどうなのかっていう検証動画撮ろうと思ってポーンって置いてたんですよ。じゃあその時にあのテレビのテレビ台が結構高いテレビ台で、テレビ台の上にそれをポーンって置いてたんですけど、でパッケージがなんか中国の女の人の顔がこう印刷されてるみたいなパッケージで、まあちょうどこういうなんかお札みたいなサイズのこういう感じのパックを置いてあったんですよ。で喋っててもその挙手制で喧嘩大会が始まってますってなってる時も、もう扉とかがボンボンってなってたりとか、タン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 なんかなってたりとかは全然あって、怖い怖いって真ん中の女の子が言ってるけど、いや待てお前ちょっと今帰りしなあかんからってなってて俺らも。で最終的にちょっとやばいってなって話が中断したきっかけが、そのパックがこう置いてあったのが、はい、こうパンって立ってバーって前に出てきて、その女の子の方にクッて向いてバーンって倒れたんですよ。そうだから、でなんかやばいってなって、でもその子はそれを見た瞬間にもう荷物まとめて帰って行っちゃって、で結局俺その人ともあのお別れしちゃって、もうそのきっかけがあってもうその家も解約して次のマンションに引っ越したんですけど、はっていう話がありました。そのもうだからパッて来たのはもうその場にいた3人は全員見ました。はー、でまあなんかバーとかに行くとたまに見えるっていう人いるじゃないですか、はい、その時になんかその バーとかに行くといつもなんかそのなんか最近やばいことないみたいなこととか、はい、あの日光を入れなさいとか言われてたんですけど全部無視してて、でなんか共通で言われてたのは背の高い女の人が俺とその彼女の間にできてるみたいな、はい、なんかわかんないですけど生き量なのかなんかもわかんないですけどできてるみたいなこと言われて、はい、だそういえばあの金縛りあって見たって言ってた例も背の高い女の人だったなとか思いつつ、そうかみんな共通して背の高い女の人なんです、ね、解決されなくその話が終わったっていう。へー、何年前ぐらいの出来事ですか。3年前ですね。あ、結構最近ですね。そうですね。でもね俺ねその多分その人との、あの間にできてる何かだと思うんですよきっと、はいはい、だからそっからお別れして新しい環境になってから何もなかったんですけど、はい、でその人最終的にまあ、これ全部話してるんですけど、あの僕が関西コレクションで関西に戻ってたタイミングに家具とか全部一式盗まれて出て行っちゃったんですよ。だからすっごい嫌な別れ方してたんですけど、俺結構なんかそういうのに恨めないタイプで、なんか2年後ぐらいに連絡が来て、あの時はごめんねみたいな、でまたご飯行こうよみたいになって、俺も普通に年下やったから心配やって行ったんですよご飯で、ご飯行って、あ、お互い成長したなみたいな、でバイバイってなってその日で離れて、で
次の日僕アイドルをプロデュースしてて今、うん、でそのアイドルのライブのリハーサルがあったんですよ。ほう。でリハーサルでいつもこうあのリハーサル確認したりするんですけど、はい、で普通にその日も確認してて、じゃあ隣にいたスタッフの後ろにその当あこれ言ってなかったですけど、僕も当時あの金縛りが起きてその女の人見てるんですよ、はい、あ結局見たんですね。最終的に一回見てるんですけど、その女の人立ってたんですよ、後ろに、スタッフさんの後ろに。だから結局会っちゃったらまず出てくんねんなと思って、そうですね、会わないようにしてて。あそうですね、2人の間にできたものだから、うん、もう結びついたら絶対出てきちゃうかなと思って。ああ力量なんじゃないかな。あのまず、うん、僕も自分の恋愛経験みたいな中で、はいはいはい、とんでもないものが起きたりとか現れたりっていう風なのはシャッター閉めてました、家の。あ、そういうことか。はい、相手とすごく良くない関係だなと思った時家のシャッターを閉めてる、うん、まあ閉め切りですね、もうの状態で生活してた時が一番やばかったなっていう風に思うんで、うん、そういう時って言葉はあれですけど気持ちが鬱状態になっちゃうんですよね、うんうん、お互いが。なりましたね、はい、でお互い鬱状態になってそれを鬱を高め合っていってしまうんで。なるほど、はい、の塊みたいなものがそれになってくるんで、まあ生き量っちゃ生き量なんですけど、幽霊的な見方をすると、うん、あのもう一個言うと本能的に見てる危機察知能力みたいなもので。なるほどなるほど。これに飲まれるともうあなたはおしまいですよっていうサインみたいなものになってくるんで、まあそれはもう本当に多分ちょっと年を取り大人になって、うん、今からならいいかなと思っても会っちゃいけないサインだと思うんですよ。いやでもそうだと思います。そのまあ言い方悪いですけどバケモンみたいなものっていうのは多分会っちゃいけないサインだと思うんで、うん、あそれは行かない方がいいと思いますし。僕も本当にあのなんかその当時は多分これって普通なのか分かんないですけど、霊的現象が起きてる時って、はい、その当事者はあんまりビビってないというか。あ、そうですね、そんなにギャーみたいにはならないならないですよね。多いですね。なんでだろうとか、もしくはなれるっていう、うん、なんかね、なんかそこに居心地の良さみたいなのを逆に感じちゃってる。ちょっと居心地いいのと依存に近いんですよね、うん、なるほど。相手のあになってくるんで、まあ多分ですけどその時の彼女さんもヤッピさんのこと好きだし、うん、ヤッピさんも話し合いはするし喧嘩するしイライラするけど多分ちゃんと好きだ、めっちゃ好きでしたねっていうのがあって、それが強いからいるみたいな状態になってくると思うんで、うんうんうん、もしかしたらもうそのお化けはいないかもしれないですね、そこには。そうですね、もう多分相当会ってないし。そうですよね、あんまりそういう感じはないですね。なんで皆さんいい恋愛をしましょう。そうですね、生き量飛ばすぐらいの恋愛をちょっとやめた方がいい。やめた方がいいですよ、本当に。いや怖かった、ありがとうございました。めっちゃいろいろ聞かせてもらっちゃって。いや全然なんか長くなっちゃって。いや全然ですよ、こんなもん勝手に家のお化けチェックさせてもらった後にこんなに素晴らしい会談聞かせてもらって。いやちょっと本当にリアルなんで、これがリアルに伝わるかどうかがちょっとあれですけど、本当にリアルに。ちょっとこの気持ちが伝わるかわかんないですけど、痛みつくせりでした。いや全然です、本当に最高でした。ということで改めましてヤピさん、まあ、僕よりも全然大先輩なんですけれども、はい、YouTube をやっておりまして、はい、チャンネル名をお願いしてもよろしいですか。ヤピ先生の美容研究所という名前で、はい、やらせていただいております。美容研究所なんで、はい、もちろん女性に向けての美容のものもいっぱい出してます、ね、あるし男性にも、うん、もうどっちにもジェンダーレスで。なるほど、ジェンダーレスで使える、もう本当にいろんな美容の、そうですね、やり方、技術、うん、あとこんな商品が新しく出てるよとか、はい、そういうものをぜひ見たいっていう方はぜひぜひちょっとチャンネル飛んでみてください。よろしくお願いします。はい、ヤピさんのチャンネルの方にも僕出させていただいておりますんで、はい、ちょっといろいろ見させてもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。すいません、今日ちょっといっぱい見っぱなしですいません。はい、いえいえ、ありがとうございます。ちょっとまたぜひ他にもなんか怖い話ありそうなんで。そうですね、なんか絶対持ってますよね。しかもそう、次の家引っ越すじゃないですか。はい、そことかもちょっと見てほしい。ちょっとぜひ新居もお邪魔させてください。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。バイビー。ありがとうございます。